ごきげんよう、ララリボミラビリスです。今回はめちゃくちゃ流行ってる馬娘プリティダービーをやりますということで、スタート。一応ゲームをするにあたってアニメの1期は全て見て、2期も1話だけ見ました。今出てきてるスペシャルウィークちゃんが1期は主役になってましたね。一応今これがブラウザ版でやろうとしてるんですけど、ウマ娘、あ、始まった。彼女たちは走るために生まれてきた。時に数奇で、時に輝かしい歴史を持つ別世界の名前と共に生まれ、これなんか世界観的にはそれが彼女たちの運命、生まれ変わりみたいなことなんですね。この世界に生きる馬娘の未来のレース結果はまだ誰にもわからない。彼女たちは走り続ける。瞳の先にあるゴールだけを目指して。いや、いいオープニングですね。おお、新人トレーナーさん、こちらですよ。アニメ版では東京レース場は今日もにぎわっていますね。うっかりはぐれないよう気をつけましょう。わかりました。では改めまして、ご案内を担当いたします、トレセン学園理事長秘書の早川和奈です。秘書の方自ら、よく見たら、あ、これがこれひづめか、秘書の日かと思って。よろしくお願いします。はい、将来有望な新人トレーナーさんとこうしてお会いできて光栄です。よろしくお願いします。では早速学園案内の前に、アニメ版だとこういう講習の場でもいいと思う馬だと足を触りまくるトレーナーが出てきてびっくりしましたね。まずはこれから始まるレースをご一緒にご覧ください。お、ほら聞こえますか、この大歓声。この世界だと競馬とこれは違うんですかね。賭け事はしないんですかね。スポーツ観戦みたいな感じなんですかね。アニメ版でもその辺明言してなかったから。あなたの担当馬娘と共に目指す夢の舞台、レース開幕のファンファーレですよ。なんかこれアプリ版を先に一応起動してガチャを一回引くところまで今やったんですけど、オープニングは全部飛ばしてたので今初めてちゃんと見てるんですけど、なんか、あ、そうそう、走るところもすごくいいと聞いているので、走るところは一回だけ見せてもらったんですけど、自分でやるのが楽しみな感じで、本当によく、なんかもうこのアプリ延期に延期を重ねてて出たことが本当にすごいと思ってます。実際にいる馬の名前だと思うとすごいですね。おー、ちょっと私の PC、 いや、これ読み込みもあるせいか、ちょっと挙動が怪しいですけど、大丈夫なはず。サーフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。人気と実力を兼ね備えた東海帝王、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。1話では主人公っぽかったですけど、スタンドに押し掛けたファンの期待を一身に背負って1番人気、耳がピョコピョコしてるのが可愛い。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。
好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気スペシャルウィーク大レース鈴鹿を快調に飛ばしていきます。先頭は大レース鈴鹿、安心で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はグラスワンダー。第1コーナーは第2コーナー。さあ花に立ったのは大レース鈴鹿、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはグラスワンダー、後からシンボリルブルク、一橋さん、ライスタワー、オグリキャップ、続いている後からダイバスターレット。スペシャルウィーク実況がちゃんとゲームに即して変わっていくのがすごい。これオープニングだからじゃなくて、実際にプレイした場合でもこの実況の文字が出て実際に実況もされるのすごく楽しいです。競馬ってやってると、競馬実際に見に行ったことは多分幼少の頃に見に行ったことがあるぐらいなんですけど、ポッターでも会場に何かやってない時にの催事にお邪魔したことはあります。いいですよね、緑も空間も広くて楽しい。いや、この価格とかめちゃくちゃいいですよね、盛り上がる。地平線を感じる感じ。カメラワークが本当にいい。これ今カクカクなのはダウンロードをちゃんとしたつもりができてなかったから、裏でダウンロードが走ってるせいなので、プレイ中はもうちょいマシなはず。素晴らしいレースでしたね。素晴らしいレースでした。私もとっても胸が熱くなりました。さあ秘書の方自ら案内してくれるってすごいな。ウィニングライブの時間です。そう、このゲーム馬が勝つとライブをしてくれるというすごいシステムですよね。めっちゃ走った後ライブするって、アスリートというかなんだっけ、そういうのトライアスロンみたいですよね。私たちの考えもひとしおです。みんなサイリウム振ってるし、ライブを見てその馬娘のファンになる方も多くいます。この世界の人たちはすごいな。ライブは欠かすことのできない要素ということですね。では早速、今度はステージで輝く馬娘たちを見に行きましょう。お、あ、そう、ここで横画面になるんですよね。あ、大丈夫かな、あんまり考えてなかった。あ、大丈夫じゃない。こうか。配信画面を一生懸命立てて考えていたのに急に横になるんですね。めちゃくちゃかわいい。最近の 3D は本当にすごいですね。これよく見ると後ろアニメのシーンが流れてますね。走ってる時の
映像が流れるシステムなのかと思った。映画の漫画で言うと、最近ジャジャマグルーミングアップっていう漫画を読んでるんですけど、それは競馬でも馬を育てる方の方の話ですけど、いやー大変ですよね。手塩にかけて育てても絶対に走る馬になるかわからないし、お、戻った。改めまして、ようこそトレーナーさん。ここが日本ウマ娘トレーニングセンター学園。日本ウマ娘トレーニングセンター学園ってすごいな。レースの世界を夢見る子たちが集う日本最高峰のウマ娘養成機関です。歓迎。お、もう秋川理事長、びっくりしたじゃないですか。理事長、頭に猫乗ってる。生きてる。将来有望なトレーナーの登場に、つい気が流行ってしまった。改めて、私はこの学園の理事長、秋川だ。よろしくお願いします。よろしく頼むぞ、新人トレーナー君。髪の毛の白がおしゃれですね。まずは、ぜひ君のことを教えてほしい。あー、センスを差し出すタイプの理事長、いいですね。あ、じゃあスマホ版に連携するつもりなので、データ変わっちゃうかもしれないんですけど、これちょうど私の名前が全て入ったので、ちょっと途中の点が入らないんですけど、これでお願いします。歓迎。よろしくお願いします。はこれよりトレセン学園の一員だ。はい、担当馬娘と共に彼女たちの夢を叶えるため、ぜひその手腕を振るってくれ。理事長は貴族的な振る舞いが身についていて素敵ですね。学園の馬娘たちが志しているのは、レースを走る子たちにとって最高の舞台、トゥインクルシリーズでの活躍です。君はトレーナーとして担当馬娘を教え、導き、支えてやってほしい。かしこまりました。以上、その胸のトレーナーバッジに恥じない働きを胸に期待しているぞ。胸にバッジが輝いているんですね。では早速実践研修に参りましょう。あ、はっ、まず、あ、これを確定ガチャですね。担当する馬娘のことを育成馬娘と呼びます。育成馬娘を入手していないと馬娘を育成することができないので、注意してくださいね。このガチャでは育成馬娘と出会うことができますよ。ではプリティダービーガチャを引いてみましょう。これは確定らしいので、ちょっと、いや、この走って行きわよみたいな感じ、すごくいいですね。いや、元気のいいガチャですね。すごくいいと思います。ゴールドシップ、噂の、飛び蹴りで噂の。素敵な馬娘と出会いましたね。それでは早速育成の前に、サポートカードガチャについても説明しますね。ガチャを切り替えてみましょう。なんかサポートカードの方が大事だと聞いたんですよね。こちらのサポートカードガチャからはサポートカードを入手できます。
サポートカードとは、ファントウーマ娘の育成を手助けしてくれるカードのことです。サポートカードを編成することで、トレセン学園にいる仲間たちがファントウーマ娘の成長を手助けしてくれますよ。さあ、サポートカードガチャを引いてみましょう。これも確定です。思い出を紐解くように引けるガチャ。この人は人間なんだ。じゃあ私の資質でアルバムを紐解いているみたいなことなんですかね。どこの窓辺なんでしょう。あなたと担当馬娘の日々をスタートさせに行きましょう。はい。シャニマスのシステムに似ていると伺ったので、なんとかできるのではないかと思っています。今回は研修中なので、先ほどお迎えした育成馬娘を選んでみてください。でもなんかこう、なんだっけ、なんか値とかが大事みたいな話もあって、ちょっと不安もあるんですけど。女神さん、トレーナーさん、三女神様の像についてはご存知ですか？三女神様、馬娘たちの始祖という言い伝えも残っていますね。はは、馬娘たちを常に見守り、めちゃくちゃ壺から水を出してらっしゃいます。神神だとも言われています。ういう伝統的に人間トレセン学園の生徒たちはこの女神像の前で思いを託すそうです。夢のために走り抜けた奇跡。人間に馬の要素を入れる神様というわけじゃないんですか、ね、これから走り始める子たちはこの女神様自体もその思いを受け取り、馬ですもんね。時に力に変えます。不思議だ。馬娘たちの間で連綿と紡がれる思いの継承。あ、そう、継承っていうのが難しいって聞いたんですよね。育成馬娘へ思いを託してくれる馬娘のことを、そうそう、殿堂入り馬娘として登録されることで継承馬娘として選ぶことができるようになります。継承馬娘を選んでみましょう。継承馬娘の持つ思い、因子によって基礎能力アップ、スキルヒント獲得など様々な恩恵が受けられます。継承元として選んでも馬娘がいなくなることはありませんから、安心してくださいね。完全に二人目の継承馬娘を選びました。まあいいや、周り言わない方がいいですね。慣れるまでは便利なお任せ編成も活用してみてくださいね。はい、ありがとうございます。なお継承には育成馬娘と継承馬娘二人の関係性から決まる相性があります。相性が良いとちょっとだけいいことが起こりやすいと言われていますよ。いいこととは一体。組み合わせの参考程度に覚えておくと良いかもしれません。いいこと。思いをつなぐ。担当馬娘の育成を手助けしてくれる
サポートカードの編成を行いましょう。育成を手厚く嫌だ、いやらしいことしか考えられない、よろしくない。なお、育成対象と同じ馬娘のサポートカードは編成できないので、ご注意くださいね。あ、サポートカード、こういう時にも使うんですね。走る時だけじゃないんだ。確かにこれはサポートカード大事そうですね。ここは鳥仙学園。皆の憧れ、輝ける栄光の舞台、トゥインクルシリーズを目指して走る善と有望な上尾娘たちが数多く集い、仲間たちと共に学び、身と心を鍛える切磋琢磨の日々を過ごしていたのだが、キーキー、このままではいいか。いいですね、元気で。どうされたのですか、理事長。どうされたのですか。タズナ、私は馬娘を心より愛する鳥仙学園の理事長として、有料おのおのが輝く個性を発揮しきれぬこの現状を非常に憂えている。なるほど。そこで、頭の猫はぬいぐるみなのですか。提案、私は新レースの開催を企画する。ちょっとカイジのナレーションみたいな喋り方ですね。ですか。皇帝、みんなが心出すトゥインクルシリーズ、その先に全ての距離、全てのコースを用意した新たな大レースを作るのだ。おお、その名も URL ファイナルズ。新設。あれ、今猫鳴きました。生きてるのかな。さあ、タズナ、忙しくなるぞ。早速この大ニュースを伝える記者会見の準備だ。理事長、承知しました。手配します。こうして企画立案された新レース URA ファイナルズ、あらゆる馬娘が輝ける舞台と銘打ち開設されたこのレースをめぐり、あなたと担当馬娘の物語が今始まる。URA ファイナルズ。数多くの名馬娘が思いを託し、後進がそれを引き継いできた連綿と続く継承の場、三女神像前。今日もまた新たな馬娘が思いを継いで走り始める。お、いやー、あー、うわー、すごい力がみなぎってくる。みなぎる、すごいシステムだ。全然理屈がわからない。何かがいっぱい上がっています。ジュニア級メイクデビューに出走。すごいシステムだな。毎回あの素晴らしいイラストが見れるのか、イラストというか。今日からいよいよダイワスカーレットとの本格的なトレーニングがスタートする。一番の馬娘目指し、一番の馬娘目指しダイワスカーレットとの日々が始まった。馬娘にはそれぞれ異なった目標があります。今回はこの目標を達成しましょう。こちらは育成を進めていく上でのコマンドです。コマンドを一つ実行するとターンを消費します。まずはトレーニングを選んでみましょう。こちらがトレーニングの種類です。それぞれ成長させられる能力が異なります。スピード、パワー、スタミナ、根性、賢さ。試しにスピードを選んでみましょう。見てなさい、頑張れ。はあ、見事、順調にトレーニングできているようだな。直々に褒めていただけるんですね。理事長、
理事長ありがとうございます。様子を見に来たのだが、感心。立派に馬娘を支えられているな。ありがとうございます。はい、この調子で担当馬娘をどんどん成長させてあげましょう。ある日、曲がり角から突然。よく転ぶでおなじみスペシャルウィークちゃん。ごめんなさい。お約束？はい。友達とレースの約束をしたのをすっかり忘れちゃってて。お、ありがとうございます。ぶつかっちゃってすいませんでした。ではこれは外れの選択肢を選ぶと好感度が下がったりするんですかね。うわ、割れる音がしましたけど。その時ふとひらめいた。そのアイディアはダイワスカーレットとのトレーニングに活かせるかもしれない。ポジティブなトレーナーさんですね。お、何を言ったんだろう。練習を忘れろ。練習を忘れるんだ。サポートの馬娘とお話しされていたみたいですね。頑張ってください。一つ一つの出会いも貴重な経験。ぜひ担当馬娘とのトレーニングに生かしていってください。ちなみに学園は広大なのでサポートに編成していない馬娘とも出会えることがありますよ。へえ。次に育成馬娘の体力についてご説明いたしますね、はい、まずは先ほどと同じくトレーニングを選んでみましょう。こちらの失敗率にご注目ください。残り体力が少ないほど失敗率は高くなってしまいます。トレーニングに失敗すると能力のやる気が下がってしまいますので、うん、シャニマスで見たろ。ご注意くださいね。では大丈夫、一度戻ってみましょう。体力が減っている時には馬娘をお休みさせて体力を回復しましょう。あら、ほらトレーナー、今回の休みちゃんとリグリッシュできた？しましたよ。私は当然しっかり休んだわよ。オンオフ切り替えられてこそ優等生だもの。いいですね。今日のトレーニング期待してなさい。いいですね。えらい。さあ、いよいよレースに出走してみましょう。はい。刮目、レースへ挑む前には必ずスキルについても確認してほしい。贈呈。今回は私から特別にスキルポイントを与えよう。ありがとうございます。スキルポイントは育成中の様々なタイミングで獲得できますよ。お、198ポイントもありがとうございます。まずこちらのスキルを選びましょう。次に覚えるスキルを選んでください。先ほどのスキルポイントを使用します。今回はこちらのスキルを習得しましょう。ほう、スキルはレースに勝つための大切な要素です。ほうほう。スキルコマンドはターンを消費しませんので、こまめに習得させてあげましょう。こまめ、同意。手に入れたスキルポイントも使わなければ宝の持ち腐れだ。ぜひ馬娘の能力や出走するレースに合ったスキルを選んでやってくれ。わかりました。では戻りましょう。これで準備は整いました。レースに出走しましょう。はい、出走。出走できるレースがある場合リストに表示されますよ。今回はこちらのレースに出走します。いよいよダイワスカーレットのメイクデビュー出走だ。ついに私のトゥインクルシリーズが始まるのね。よし、もう待ちきれないわ。早く行きましょう。走りたくてうずうずしてるの。いいですね。やる気十分。一番になるためにもね。ふふん、言われなくっても。私が一番。誰もが追いかけたくなるくらい鮮烈なデビューを果たしてきてあげる。いいですね。頑張って。ここはパドックと言います。レース出走前に馬娘たちが登場し、ファンに向けてアピールをしていますね。注目。パドックでは出走直前にさまざまなことが確認できるぞ。ああ、なるほど。詳しくは手綱説明を頼む。
任せください。お任せください。レースに出走する馬娘の能力や人気などが確認できますよ。これはかけられてるとかじゃないんですよね。まずは予想印について説明します。人気っていうのは純粋な人気ってことですよね。印は二重丸、丸、黒三角、白三角の順で高い評価を表します。3つの印は専門家たちの予想を示し、人気はファンの方たちみんなの予想になります。ダフヤの予想は能力ややる気が高ければ高いほど期待が集まり、公式の情報はダフヤの人気は高くなりやすいですよ。もちろん必ず勝てるというわけではありませんが、やはり人気が高いほどいい結果は期待できますよ。またパドックでは馬娘の作戦を変更することもできますよ、うん、作戦は馬娘の得意なものを選ぶと良いでしょう。これで準備は整いました。さあいよいよレース出走です。スペシャルウィークが可愛いからスペシャルウィークちゃんって呼んじゃってましたけど、やっぱりさん付けで呼びましょう。リスペクト、リスペクトがあります。お、たくさんいますね。行くわよ。京都か、いいですね。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。人気と実力を兼ね備えた7番、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。4番、スタートに押しかけたファンの期待を一心に背負って、いや違う、1番人気、ダイバスターレット、練習生みたいな扱いですね。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、体操服、出走の準備が整いました。そうですね、高級そうな服着てますもんね。頑張れ。スタートです。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。いやすごい、これも実況が入るの好きですね。先行争いは5番、8番、ダイバスターレット。アニメーションの最高値の結果を出せるか。1番人気、ダイバスターレット。先頭集団を見ていきましょう。先頭は8番、三振で飛ばしていきます。すごいシステム、時間かかったの分かりますね。先頭は少し離れて、ダイバスターレット、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。8番、快調に飛ばしていきます。さあ花に立つのは8番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて、2番手はダイバスターレット、ダイバスターレット。それを見るように4番、ここまでが先頭集団。先頭8番、レースはよどみなく進んでいます。続いてダイバスターレット、さらには5番、そして内面を見ましては4番、2コーナー回って向こう正面、面白いシステムですね。8番、まだリードをキープしています。続きましたダイバスターレット、3番手には5番、さらには4番、まあ、競馬というもの自体がエンタメとしてよく高められているところがよくわかるゲームだと思います。意気揚々と先頭行きます。8番、どうでしょうこの展開。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第3コーナーの淀の坂を下る。依然として8番、1馬身差、ダイバスターレット、1馬身離れて、5番、内を回って、4番、3馬身離れて、9番、1馬身離れて、2番、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を掛けている展開。頑張れ。なんかこう、ここでスキルが出たりするらしい。逃げの方にスキルを打っているはずなんで、この辺から頑張ってくれるのではないか。宝の子が多いですね。お、これがスキル、かわいい。おお、頑張りましたね。勝ち確レースだとしても、やはり彼女たち自身の頑張りは本物ですからね。見てましたよ。1着、2着の時は2ってやるのかな。1着おめでとうございます。ありがとうございます。彼女の頑張りです。よし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 ってやって、こうふさふさしてる青いところに手を突っ込みたいです。怒られそう。いや、案が許してくれるの。今回は練習中なので割愛させていただきますね。あ、ライブはしないんですね。
ライブになると予報画面になってびっくりするのでよく頑張ったね。まだまだ満足していられないわ。一番の馬娘になるためにはね、高みを目指してくださいね。あ、これで達成する。見事見事目標達成できたな。あっぱれあっぱれ。担当する馬娘によって目指す目標は異なっています。頑張ってください。育成中は目標の達成を目指して馬娘を育てていってくださいね。頑張ります。育成お疲れ様でした。ありがとうございます。スキルポイントが残っている場合は使い忘れにご注意ください、ね、使い切るものなのか。育成はこれにて終了です。なお研修は短かったですが本来の育成期間は3年間です。だいぶ長い。担当馬娘との日々を大切に過ごしてくださいね。1匹ごとに3年か。長いですね。本当に卒業まで、卒業は3年間なのかな。育成完了した馬娘は一定の基準で評価された後殿堂入り馬娘として登録されます。最高ランクを目指して頑張ってください。シャニマスだと大会に出るまでだったからすごいな。育成を完了した馬娘は因子を獲得することがあります。継承馬娘として選ぶことで新たな馬娘への思いをつなぎこちらの因子を引き継げますよ。なるほど。一応お礼言っておくわ。どうも。頑張りましたね。ありがとうございます。研修は以上です。他に不明な点や疑問などございましたら i ボタンから見られる Tips やヘルプをご確認くださいね。了解しました。さてトレーナーさん、はい、これからは担当馬娘と二人三脚 で、トレーニングうまいこと言いますね。学園での日々を過ごしトゥインクルシリーズのレースに挑戦、そして馬娘たちの夢を叶えてあげてください。トレーナーカメラワークがすごいですね、このゲーム。私も楽しみにしておりますね。はは、また横にあった。急に横にならないんで。あ、オープニングが。あ、知らない曲だ。いや、本当にやっとですね。あー、すごい。いやすごい、かっこいい。はい、おー、はい、おー、うわ、めっちゃ食べてる、おいしそう。アプリ起動まで永遠流れてた曲のフルバージョンですね。すごいな。もうこれでエンディングなんじゃないかっていう気がします。アニメを最近見たばっかりだからかもしれないですけど、つい昨日見終わったのでもはや感慨深いですね。完了後の殿堂入り馬娘たちはこちらで
管理されるんですね。手に入れたウマ娘やサポートカードをこちらで強化してから育成を始めるとより良い結果が得られますよ。わかりました。なお強化素材は主にレースで獲得することができます。同じポーズ取ってる。殿堂入りしたウマ娘たちはレースで活躍させてあげましょう。デイリーレースではマニーやサポートポイントなどが獲得できます。うんうん、1日に出走できる回数には限りがあるので毎日忘れず出走しましょう。なるほど。殿堂入りウマ娘たちでチームを結成して調整するチーム競技場にもご案内いたしますね。期間中に開催される5つのレースに最大15人のチームです。最大15人か。チーム競技場では他のトレーナーさんが育て上げた馬娘たちのチームと対戦ができます。オンライン対戦もできる。では早速トレーナーさんも先ほど育成した殿堂入り馬娘でチームを編成してみましょう。やってみましょう。チームランクを上げて最強のチームを目指そう。ウマ娘たちにはそれぞれ得意な距離やババがあります。ババ。ウマ娘たちの適性に合わせてチーム編成を行うのがコツですよ。なおより良い殿堂入りウマ娘を編成していくことでチームランクが上がります。強いウマ娘を育てチームランクをどんどん上げていきましょう。見せどころダイワスカーレット行くわよ。行きなしょ。行ってきてください。先行、あ、先行か。逃げじゃないですね。さっき これでもいいのか。今後も様々なレースが用意されると思いますので積極的に参加していきましょう。わかりました。ウマ娘を育成した後はレースに参加、そしてレースで得た報酬で育成ウマ娘やサポートカードを強化していく。育成してレース出走の流れが強いウマ娘を育てるための鍵です。しっかり覚えていてくださいね。はい。はい、連携をしたのでガチャを2回ほど引いてる状態ですね。なのでちょっととりあえずやるにあたってガチャを引きたい。ミッションを達成したのね。キム、あ、これももらえるのか。歓迎。改めて我がトレセン学園によくぞ来てくれ。担当ウマ娘ともども華々しい活躍を楽しみにしているぞ。了解しました。そこで今後の指針として私からトレーナーとして果たしてほしい課題、いわゆるミッションを課させてもらう。なおミッション達成の暁には褒美、私からの贈り物もあるぞ。ほほう。ポケットマネーで用意したものなので何とぞ手綱には内密に頼むぞ。商品、君とそして何より上のもの、君の担当馬娘のため気概がありますね。は達成、確認を忘れずにな。ありがとうございます。資材受け取ります。最後にガチャだけ、最後というかまだちょっと長くなるかもしれないのでガチャだけ引いて終わりたいですね。ほぼガチャ配信。サポートが大事らしいのでとりあえずサポートを引いてみましょう。頑張れ。はい、 SSR SSR 星さんが SSR なのかな。
どうでしょう、どうでしょう。うわー、ない。一応変化するの可能性もあるらしいですけど、無理そうですね。あー、いいシーン。オグリキャップ、ビコーペガサス、スペシャルウィーク。あ、ツインターボ、すごい色だ。おう、マンハッタンカフェ。あー、でもこれも確か一回引いてますね。マンハッタンカフェさんも持っていた。もう一回引きましょう。まだ大丈夫。 SSR は攻めて引きたいですね。大丈夫ですか。どうで、あ、あ、あれはあります。あれ、ある、あるよね。マヨのトップガン。ミシロマックイーン。おぉ。なんでしょう、なんでしょう。誰、あ、おエルコンドルパサー。エルコンドルパサーさんが当たりました。ありがとうございます。アイネス風神。アグネスデジタル。西のフラワー。おぉ、元気な。マーベラスサンデー。元気な名前ですね。星雲スカイ。富士奇跡。お、あれ、これ新しいカードじゃないですか。イクノディクタス。いいですね。割と良かったんじゃないですか。やったープリティダービーの方も引いてみますか。まだシステムをちゃんと理解しきれてないんですけど、なんかこのゲームだとあんまり星は関係ないっていう話だったので、そこまであれですけど、なんかサポートの方が大事らしくて、あ、終わんない。あ、でもそうとはいえ引きたいですね。どうですか、どうですか、はい、あ、輝いて、輝いてください。あ、ある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 。どうでしょう。キングヒーロー、メジロライアン、メジロライアン、チャクラ爆心王。お、キラキラ目の待ちかね福来たる。キングヒーロー、お、金色の方が誰だろう。お、ウォッカ、春裏。そして誰ですか、誰ですか。規格外のスピードについてこられるかしら。お、お、お、早い。お、マルゼンスキー、ありがとうございます。前のトップガン、おー、いいですね。個人的にはゴールドシップが出てほしいですが、サポートの方でもう一回引きましょう。それで終わりにしよう。これを引きましょう。引きます。 SSR、 SSR、 どうでしょう、どうでしょう。あれ、あー、あ、でもかわいい。アグネスデジタル、エイシンフラッシュ、待ちかね服着たる、 TM オペラ王、ツインターボ。お、あ、あ、あ、き、あ、こういうパターンもあるんですね。メジロファーマー、ドラマクロス、マーベラスサンデー、岩はやひ。なるほど。あの、何個になったか。あ、微妙に足りないですね。タキヨンさんって優しい。達成、確認を忘れずにな。ちょっとこちらでいただいて、最後にもう一回だけ引きたい。よし、引きます。
ゴールドシップ。とりあえず SSR。ああない。ああ。クノデキだし。アグネスタキオ。フィシアマゾン。あるうらら。そして、お、ダイヤスカーレット。努力は裏切らない。まあまあ、でも SSR も出たんで。どのぐらいの排出率なんですかね、これは。よし、では、次回から、とりあえず、継続してやるというか、すごくプレイはしたいので、とりあえず、次回から、育成をしてみたいと思います。それでは、ありがとうございました。